これを無料で配っていたのでもらってしまいました。ありがとう。I was just looking for you. Granddaddy can't keep up like you do. Huh? はぁ、めったな。
雨も降ってきたし、携帯はないからいつリオープンするのか分かんないし、当然ここに車ないし、誰かが地図を地面に置いていったのでそれを拾って見てますけど、今ねこの辺にいる気がする。2番ホールの右側、4番ホールの隣とか。でも木が生い茂っているので、あっちね、木が生い茂っているので何も見えません。当たり前だけど。そうですね、プラクティスラウンドですね。今日は4月5日、秀樹松山2021チャンピオン、イエス。どんより、こっちが南側、こっちが北側で、一斉に駐車場を出ようとしているので当然渋滞してます。ここがサウスゲートだね。前回5年前に日曜日に来た時はこのゲートから入場しました。うっせ、このジジイ知っとるわ、ボケ。おお、雷が鳴った。なんかそうある。コースはこっちだ。ただいま1時ちょうど、2時間近くなんか歩ったり待ったりしたけど、まだ雨降ってるし、こっちがサウスゲート、入っていくとちょうど16番にぶち当たるゲートです。だからいいんだけどね、16番がいきなり見えるという。
よし。ドラッグ。シュート。うん。サンキューフォーアテンディングじゃないや。サンキューフォーアテンディングじゃないっちゅ。アテンドしてないしまだ。いえ。最悪。もうびしょびしょ。ゴープロもびしょびしょになった。やべ、車もいなくなってきた。Holy shit! Oh no! Oh, 雨。大雨。何それ。もう行くしかねえよ。ガー。うわぁ。びしょびしょ。わかんないと思うけど。足。いいね。何がいいんだ。何も良くない。ノースゲート近づいてきた。そしてまた雨が強くなってきた。門は閉ざされたまま。誰もいない。え、そうなの。お、がっかり。終わった。もう今日はコースはリオープンはしないそうです。クローズのまんま。はあ。マジか。はい。何しに来たねん、ここまで。踏んだり蹴ったりだ。いや、踏んだり蹴ったりってる、踏まれてばっかりなんだけど。そう。オーガストのクソ。穴は綺麗だけど。ここが出口。礼して帰るか。ええ、礼した。偉いだろう。このね、車の渋滞がね、すごいんだよね。だから今帰りたくもないっていう。みんな一斉に帰ってるから、なおさら渋滞がすごい。何せ4万人ぐらい1日入るそうです。練習ラウンドでもすごいよね、4万人って。シェブロン選手権 LPGA の多分ね10倍ぐらいじゃない。いやー、シェブロンも4000人も入ってなかったかもしれない。やっと駐車場の入り口に着いた。あとさ、10分遅くてればさ、クローズだって分かっててさ、このパーキングに20ドル払って止める必要なかったのに。まあしょうがないけどね。チケットもちょっとボロボロになって朝がこんな早い時間に戻ってくるとは。
あーこっちがオーガスタナショナルですよ。記念に入ってきてしまった。サウスゲートの入り口というわけで、ね、出よう。